こんにちは、アンジュンです。今回は持ってないともったいない人気のプチプラリップを紹介します。まずはセザンヌラスティンググロスリップ。とにかくつけ心地が軽い。春らしい色が顔色をトーンアップさせてくれます。次はチフレの口紅。300円とは思えない発色。トレンドのカラーなのでどんなシーンにも使いやすそうですね。続いてレブロン。これはコンシーラーやライナーなしでしっかり形作れますね。うん、あ、なんかマットすぎないセミマット感が顔に馴染んでとっても好きです。オペラのリップティント。すっぴん肌にも使えそうな理想の発色。これで乾燥しないって助かりますね。最後はキャンメイク。グロスいらずのツヤ感でメイクが時短できそう。これリップクリームみたいだから鏡見なくて塗れるのは楽でいいですね。ぜひ皆さんもお買い物を参考にしてみてくださいね。アンジュでした。バイバイ。